先週の終わりぐらいにね、うちの神さんから、あと今日お昼ぐらい、高田の馬場にいたって言われて、よういないよ、今日はテレビ朝日で仕事だったから、そう、いやあなたよく似た人が通ってて、まぁ、ちょっと遠かったんだけど、いて、あー、あんただと思ったら、すぐいなくなっちゃったんで、みたいな。で、その後、田代32に会ったら、さっき池袋と高田の馬場の間ぐらい伊集院さん歩いてませんでしたみたいな話されて、いや、歩いてないよ。で、自分はバイク乗って対向車線走ってたんだけど、あ、伊集院さんだと思ったんだけど、あ、違いますかみたいなこと言われて、そんなことがちょこちょこ先週、まあ、ちょこちょこもう一回ぐらいだけど、言われて、そしたらさ、土曜日にさ、池袋歩いてたらさ、向こうから俺が歩いてくんだよ。俺っていうか、あ、俺っぽいっていうやつが歩いてくるわけ。で、その種明かしっていうかさ、理由があって、これは他人の空にじゃなくてすごいのが、俺、先週もちょっと話したけど、仕事部屋を引き払うんで、今すごい掃除っていうか、こう、ずっと、引っ越しをしてるわけですよ。で、まあ、今日をもって引っ越し完了したんですけど、4月いっぱいで出てくということで、で、今日がその明け渡しの日で、また明け渡しって面白いのがさ、全部何にもなくなったところにさ、その間に入ってる不動産の仲介業者が来てさ、これで敷金とか保証金の、その話とかになるからさ、あなたが住んでる間にこの辺が汚れたとか、この辺が傷ついたみたいなさ、で、この分はあなたが修理代払ってくださいとか、そういうのをなんかやったりする。それとは、まあ、ありがとうございましたみたいのをやんだけどさ。で、その真面目そうな人が来てさ。で、俺結局、最初に契約した時には割と長く使うかもしれないって話してたんだけど、結局のところ、その2年の1回目の更新でもあっさり更新しないで切っちゃったから、したら、不動産屋さんが、もしよろしければですね、篠岡さんと。なぜ、今回、更新していただけなかったのかと。それこれからのその、次の方にお貸しするときの参考にしたいんで、なんて言われて。でもさ、アドバイスなんつうのはさ、ね、今後俺が住んでくんだったらば、それがフィードバックされて俺のためになるけどさ、二度とそいつと会わねえから、俺。ね、言いたいことはいっぱいありますよ。ね、言いたいことはいっぱいありますけど、そいつに何か言ったところで、だって、何の得も俺にないじゃんか。言えば言うほど、なんか、伊集院感じ悪かったな、みたいな話に絶対なるじゃないですか。だからなんかね、ほりはほりさ、どうして？なぜですか？みたいな話をずっと聞かれてさ、まんま言うからさ、じゃあ、一つ言わせてもらいますけど、と、ね、なんだと、このどぶくささはと。二年前からずっと言おうと思ってたけど、なんでこんな、ドブよりドブくせえと。ね、僕はサバデーのドブがあるのかと思うぐらいですよ。もう科学的に合成したドブの匂いを撒き散らすサバデーが、それ何のためにあるのかわかんないけど。ね、まあ、おそらくですけども、死体を隠してる人が、いや、ドブですって言うためにそれを置くんだと思うんですけれども、遺体の腐敗臭よりも、臭い他の匂いを置くために、まあ、発売されてるもんだと思うんですけど、ドブ臭いのなんだと。で、まあ、住んで後半ぐらいに気づいたのは、まあね、台所のさ、排水簡単じゃん。排水管って必ず S 字になってんじゃん。ね。芸人雑学王でも、いとも簡単に私答えた通り、あれがこう、その S 字型にくねってることで、その S 字型の部分に水が溜まって、匂いとか、その虫とかが上がってこないようになってる。上がってこないようになってるってのは、もはやもうその常識ですよ。それがストーンってストレートなんですよ。だから、そっから匂いが上がってくるに間違いないわけですよ。でいて、その洗面所もそうなんです。洗面所もストーンってストレートなんですよ。で、しかも、取ってつけたような、なんか本当にどうでもいい、光景もあってねえんじゃねえのみたいな塩化ビニールのパイプを、台所用のちょっと防水ガムテみたいなので、ぐるぐる巻きにしたようなやつが、ほぼメインの配管なんですよ、それ。そらくせえじゃん。で、それを、その、台所の下の、その戸棚みたいなの開けると、その下のところの配管がもうもろ見えるから、パッて開けて、これですよ。これでもう泥臭いんですよ。って言ったら、もう不動産屋知らないんだよね、そのこと。なんでこんな、なんでこんな設計してるんだろう。知らねえよ、そんなこと。俺そんな知らねえよ。それで、
あ、そうだったんですかーって。あと、あの、電球変えようと思って、その、上の電球の、こう、元線を辿ってったら、要するに上に、電球って蛍光灯の上についているカバーを取ろうとしたら、カバーは直接天井に木ネジで、木ネジですよ、木ネジで、釘止めっていうんですかね。普通は、90度回すとカパって取れるようになったりするじゃないですか。それで共通のアタッチメントみたいなのがあるようになってんじゃないですか、電灯なんつうのは。それはもう、直で天井に打ち付けてある。こんな家は初めてだと。ね。したらもうその不動産屋さんがね、そんなバカなと。そんなバカななんていうのは今から2年前に俺が言ってんだよ、もうここで。お前の今いる同じ場所でそんなバカなっつってんだ、俺。ね。見てみろ、つったら、がっちりそうになってるわけ。で、開けたら、それもすごいな、じゃあ、開けて見せるから、つって、その、開けたらさ、で、その、木ネジを取ってスパッて外すと、天井に穴が開いてんならまだしもなんだよ。天井を、の、なんつの、天井、教室の天井みたいなさ、なんつの、耐火壁みたいなさ、やつの天井なんだけど、それが、パンチで殴ったみたいに穴が開いてて、切ってんじゃないの。パンチで殴ったみたいな穴が開いてて、そこから剥き出しで線が引っ張ってあって、その先に蛍光灯のそのつけるやつが、こうつけるこう端っこみたいのが出てるっていう家なわけ。で、それもびっくりしたと。こんなの管理会社の私たちも知りませんとか、そういう話になるわけ。で、その後もう分かったと。もう勢い乗って押し入れの天井に、びっちり貼ったらオフだね。これこれと、ね。これはって言うたびにそのさ、その不動産管理会社のやつを驚いててさ。で、挙句の果てはこの物件をね、あんたのところは、その、さらに今までの家賃から値上げするって言ったんだぜっていう、そら出るだろうみたいな話をして、したらその、不動産屋さんが愚痴モードになって、もう本当に分からず屋の大家でと。我々も言ったんですと、まあ、このことは知りませんけど、少なくともこのご時世に値上げはありえないと。どんどん老朽化していく、築何十年だっけあれ、築二十何年の物件を、さらに2年更新してもないのに、その、家賃を上げるのは考えられないって言ったんですけどっていう、こちらどももう、弱みを握られてましてって、みたいな話になって、何その弱みっていうのは、いや、もともとこの物件をですね、結構ぼったくりので売りつけたのが、うちの先代の、みたいな。知らねえよ、そんな、そんな、うんぬんかんぬんは、みたいな。そういうことも、まあ、そこ晴れて出てたんですけど、ちょっと話もっと戻しますけど、その、ほいでね、その、俺が池袋界隈を、池袋から高田の馬場界隈を歩いてて、俺がそのドッペルゲンガーに、その会ったと。で、これはそのドッペルゲンガーみたいな、そういうちょっとオーラの泉的な話ではなくなんですよ。結果ね、この何週間にわたって、俺はあそこにあるいらないものをバンバン捨ててるわけですよ。その出先にある。で、そのと、そこには、当然、俺が着てた服とか靴とかそういうのも、わざわざ家に持って帰んないでも着替えられるようにいっぱいあったやつだけど、家に持って帰るのには、もう、下手ってかいらないようなものも、どんどんゴミ袋に詰めて捨ててるわけですよ。それを、ガタイのいいホームレスが、丸ごと着てるのよ。だから、俺カジュアルの、上から下まで全く俺の、先々週までの俺の服を着たの。ホームレスの、ちょっと、ホームレスの人はまた、もともと太ってるのに何十も着るじゃん。ね。そのせいで、ほぼ俺と同じ体型になった、何週間か前の俺カジノホームレスの人が、今池袋界隈をすごい歩いてるから、俺目撃団が、特にいつもの俺の格好を知ってる人からの、俺目撃団が相次いでるってそういうこと。これ次行こう。月曜ジャンク一瞬いいカル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 メモですあのねゲラゲラメモですですぞベラ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 でむしろ体脂肪率 100% 目指しますからでなんだけどそうするとメモやめろよメモです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 